イドウをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。なこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。この負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。倒すだけか。やるぞ麦わら。承知しねえぞ。ヒット！
逃がさねえぞ麦わら。命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。こいの言ってもらう、俺の力思い知らせてやら。俺の計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと、もう逃げねえ。最悪の世代、生意気なガキどもが。俺に立てつくんじゃねえ。温厚がどうした。てめえらを倒す覚悟で俺は海に出たんだ。話にならねえ。最悪の世代だ。笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前。バカめ。こんな野郎と組んだぐらい。俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだろ。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よ。死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。
光を上げろ。おお晴れ、出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。よし、やるか。
ーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては、町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら、七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかし、その英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとは、みんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るために、アラバスタ、まずはそれを抑えて、バロックワークスを。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。やっぱり来たか、この国。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが。とりあえず逃げるしかねえ。タシギ、海兵どもを緊急招集。麦わらの一味が。了解。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろー。えっ、やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。てめえか、白ひげ海賊団の2番隊隊長。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。かくしてモンキー D ルフィは。よし、やるか。ヒーロー。逃がさねえぞ、麦わら。諦めな、俺とルフィは止められねえよ。なんでここにいるんだよ。話は後だ、協力して片付けちまうぞ。すぐに海軍に見つかってんのよ。この者、この国で何を企んでやがる。行くにやら。くそ、すごいな、煙。しゃー、しゃー、よっ、ロケット、ダイフ。この者、ピストル、よっ、打ち。俺は増援を連れて、お前らは奴らを足止めしておけ。ルフィ、この隙に海軍を蹴散らすぞ。任せとけ、エース。
ままで終わるか。はっ、レッド、そこどけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。まあ見てなって。すげえ。エース、ありがとう。レッド、レッド、シガン、レッド。逃げんなよ。麦わらの一味を逃がすな。子供の頃使ってた抜け道があるわ。あそこなら海軍にも見つからないはず。わかった、野郎ども、行くぞ。参ったな、とりあえず逃げるしかねえ。これじゃ話もできねえ。早いとこ海軍をまとめる。俺のところにバカ集まってきやがって。ちくしょう、あっち行け。ロケット、この野郎、オーバーチェイク。お前らどこへ逃げる気だ。お前ら急げ、敵の増援が来ちまう。そこの女、お前も麦わらの一味だな。待て、私はただの踊り子よって聞いてないわ。相手になるぜ。その覚悟があんならな。ロケット、ライフル、ストップ。なんだお前は、変な着ぐるみ着やがって。この野郎、トナカイをバカにするのか。変わらねえなお前は。エースもな、相変わらず強え。
でも逃げ切れると思うな。スモーカーさん、遅くなりました。麦わらの一味、どこ行ってやがった。すみません、道に迷ってしまって。ここまで追ってきててめえらを逃がすわけにはいかねえんだよ。めんどくせえ連中でね。この手で、おいおい、そこだ。行きますよ。あとは俺がやる。てめえは撤退しろ。スモーカー大佐と連絡が取れん。浮き藁はどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。ああ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して1回も勝ったことなかった。あんたが一度も。
生身の人間に？そうさ、負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てる？エース。ああ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、全く。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切れじゃんか。そいつ思ってろ、ずっとだ。その髪切れが俺と出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。もう行くのか？ああ、俺は今重罪人を追ってる。もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。次に会う時は海賊の高みだ。エース、またな。来いよ、高みルフィ。